校生もいて大学生もいてみたいな、やっぱ男側からするとどう騙すかしか考えてない。体だけこう触られて逃げられたとか、なんかストーカーになったことありますね。10代の少女たちが売春に手を染め犯罪に巻き込まれるケースが増えている。ごめん、今行こうか。深刻な被害が相次ぐ中、警察が驚きの捜査手法に乗り出した。パパ側の男性の思惑とは。少女たちはなぜ足を踏み入れるのか。パパ活の危険な実態を浮き彫りにする。 SNS を通じてパパ活をしているという19歳の少女は、私は大学生になっても家がバイト禁止で、なんか月に1万円お小遣いもらってて、それあったらいいでしょみたいな。関西の私立大学で経済を学んでいるサキさん、家族と同居しているという。パパさんと待ち合わせして外に出られるときは、ご家族にはこうなんて言って出てるんですか？友達と遊びに行くって言って行ってますね。これまでに会った男性は3人、喫茶店でお茶をしただけだというが、抵抗感とか怖いなって思いないですか？人が多いところで会うし、車は絶対乗らないようにしてるので大丈夫かなと。完全に健全のみって言って、それを曲げなければ多分大丈夫だと。健全とは性行為に及ばないことを示す隠語だ。これに対して性行為は大人、その類似行為はプチなどと表現される。いわゆるプチとか大人とかを打診されることってないんですか？1回目会ってめっちゃ良かったなって方とかでも、なんか突然言われたりとかするのすごいショックなんですけど。 SNS で検索してみると、隠語を使い性的行為について交渉する投稿が後を絶たない。パパ側として女性に金銭を支払う男性たちの思惑とは。26歳で、車の整備関係の仕事をしてます。今日は大阪に来られたのは、俗にパパ活ですね。なんか色々何年も千葉県に住むしゅんさん、この2日前パパ活のためにわざわざ大阪までやってきた。若い女性2人に会う目的だという。きっかけが女の子と遊びたいというのが最初のきっかけで、それでお小遣いとかあげて、喜んでくれるならそれでいいかなと思ったのが一番のきっかけですかね。はい、結構可愛い子多いんで。パパ活を始めてからは月々収入の半分にあたるおよそ10万円を費やしているという。これまでに出会ったのは17歳から25歳の女性たち。健全なデートのみだというが、下心全くないとやっぱり言い切れないんですか？そうですね。でも最初の約束の段階でもうそれはもうそのご飯とかお買い物のみですよってお互い約束しているんで、それは守んなきゃいけないと思ってるんで、昨日会った子だと、こういうふうにやり取りしてて、服装指定したりとかして、ワンピースとか、あとショートパンツとかも結構好きなんで、結構いいですね。しゅんさんは取材後、パパ活をする別の女性と昼ご飯を食べる予定があるといい立ち去った。下心はありありですよ。パパ活って言っても、ほぼほぼ遠行ですよね。プチとか体売ってる女の子っていくらでもいて、だから話の中で、結局そういうのも OK みたいな。赤裸々にこう語るのは、中学生の娘がいるという会社員の男性、42歳。単身赴任で家族と離れた1年ほど前からパパ活を始めるようになったと明かした。ご飯食べて3万くれる人がいると思って来てると思いますよ。いないですけどね、あんまり。7割はもう食い物にしてるような感じじゃないですか、女の子を。
パパガマのほとんどが性的な関係を目論んでいるというのだ。この男性自身もお金を支払い性行為に及ぶことがあるという。性行為こそなかったものの高校生とデートしたこともあると話す。男は若い女で女の子がいいですからね。2人ぐらいかな。実際 SNS 上で未成年の少女による投稿を見つけるのは難しくない。パパ活の波は18歳未満の若年層にも広がりつつ。7月、大阪ミナミの繁華街、制服風の姿の少女が時間を持て余した様子で路上に立っている。そこに現れた一人の男性、待ち合わせをしていたのだろうか。少女と落ち合いしばらく歩いていたが、突然後ろをつけていた女性と二人で少女を取り囲んだ。男性がかざしたのは警察手帳だ。この男性は実は大阪府警の捜査員。その後少女は警察署で補導され、以前パパ活で性的な行為、いわゆるプチに及んでいたことが分かった。15歳の高校1年生だった。大阪府警はパパ活の未成年への広がりを受け、あえてパパ側を装って少女を誘い出すおとり捜査のような手法で補導活動に取り組んでいる。今パパになりすました大阪府警の捜査員が待ち合わせ場所に着きました。少女が到着するのを待っているところです。数分後、この子かな。見た目はもう見るからに若い感じですね。ごめん、まあ行こうか。で、ちょっとな、さっきな、見てもらいたいもんあんねんけど、要は、大阪府警の警察官やねん。補導されたのは、16歳の高校1年生。高校入学と同時にパパ活を始め、次第に売春に手を染めるようになったという。親からお小遣いをもらっていなくて、追っかけをするために遠征費が必要でした。お金のためなら大人も最初から抵抗はありませんでした。警察官に対しこう話したという少女。警察は児童買春の被害に遭った可能性があるとみて捜査を始めた。迎えに来た親はまさかこの子がと青ざめていたという。警察庁にSNS がきっかけで児童買春などの被害に遭った児童数は去年1819人に上った。過去10年でほぼ倍増している。この現状に大阪府警の捜査員は、なんでこの子がっていうようなごく普通の感じの子であったりっていう子もいますので、まあパパ活っていうイメージ、軽いイメージで広がってしまってるのかなっていうのは印象としてありますね。実際大人と会ってしまえば、大人の言葉でですね、押されて性交渉に至ってしまったりであるとか、知らない間に盗撮されたとかいうことでいろんな被害に実際会ってしまっている子がいますので、そういった危険性があるっていうことをしっかりと認識してもらいたいと思います。パパ活には犯罪に巻き込まれる危険が潜む。19歳の少女が深刻な被害を証言した。待ち合わせ場所に現れたのは関東に住む大学2年生のモカさん。この日パパ活を2件はしごしてきた帰りだという。性行為をするという条件でパパ活を行い、月に20万円ほど稼いでいるという。3年間居酒屋でアルバイトをしていたんで
ですけど、コロナの影響でその閉店になってしまって、洋服とか美容代とかそういうのが足りなくなってしまって始めましたね。パパ活を始めた今年春以降、思わぬ被害に遭ったと話す。それはホテルの前待ち合わせでっていきなり言われて、うろうろしてるなって人がいて、結局なんか話しかけられて、全然違う人のふりされて、体だけこう触られて逃げられたと。そしてこんな被害も。その大人でお会いした方に、多分横の方からビデオカメラを回す音が聞こえ、最初の音が聞こえたけど、ちょっと怖くて言えなくて、もしかしたらどっかネット上に出てるとかの可能性も。それどういう心境でいらっしゃったんですか？やはり、ホテルの密室空間なので、もしそれを言ったところで、その人がもし人格が変わったように怒り出した、もしかしたら殺されるとか、そういうリスクもあるので。さらにはこんな怖い思いをした女性も。なんかストーカーになったことありますね。だんだんエスカレートしてきて、家までついてくるようになったり。19歳の時にパパ活を始め、売春もしている大学生のゆいさん。危険な目に遭った今でも、崩れた金銭感覚はもう戻らないという。もう普通の時給1000円とかのバイトはもう絶対できないです。どこの支出を減らそうとか考えた時に、無理と思っちゃいますね。パパ活を通じて盗撮と性的な被害に遭ったモカさんは、盗撮がとかなっても続けられますか？やっぱりそういうの続くと、ちょっと私やりたくないなと思うのがやっぱり思いますね。でもその分、なんだろう、自分で対策はできる限りして。これ何ですか？これ今日のお父さん2人分からのお金です。これはご飯代と交通費で、これは土地の分です。これ持って今からどうされるんですか？今から買い物行きます。何買われるんですか？お金を得る代償に身も心も削られるパパ活。一度踏み入れると元には戻れない。